はい、どうも、白熊先生です。今日はですね、あなたは恋愛において情報弱者にされて食い物にされてないですかっていうことについてお話したいと思います。まずですね、まあ、今の時代、何が一番ね、なんていうでしょう、重要というか、あると便利かっていうと、これね、情報なんですよね、情報。インターネットができたことによって、どんな人でも気軽に情報にアクセスして、それを取り入れたりとか、人の意見とか聞ける時代になりました。つまり、情報化社会ってやつですよ。で、そういう時代になってくると、この情報ってものがものすごくパワーを持つようになってくるわけですね。情報を持ってるだけで、例えば今の時代って戦争とかでも、ね、武器とかじゃなくて、情報がものすごく大事になってきて、情報だけで戦争を有利に進めることができるくらい、情報っていうパワーは強いんですよ。でもその人の人生そのものを狂わしたりする可能性がある。それが情報なんですよね。で、その情報化社会において、じゃ情報を得れない奴らのことを情弱者とか、情弱だとか言うじゃないですか。情報弱者だとか。で、実際それってそうで、例えばなんですけど、まあ皆さん結構これ聞いてる方子供が多いのかな、わかんないですけど、僕大人なんで、まあいろんななんかいろいろあって市役所とかね、もう行かんといかんときあるんですよ。めんどくさいんですけど。で、市役所とか行って、なんかちょっと待ち時間に何気なく掲示板みたいなとこパーって見てると、実はあれって結構お得な情報が書いてあったりするんですよ。あなたの市に住んで、この市に住んでる人、こうするとこういうなんかお金がもらえますよと、こうですよ、ああですよとか結構あるんですけど、まあみんな知らないんですよね、案外。うん、まあもちろんその市役所側が大々的にね、わーって皆さんどうですか、この市に住む皆さんこれ知ってますかってやってくれればいいんですけど、やっぱり全ての情報をそこまで大々的に開示していることもないんですよ。だからそれを自分発信で探しに行って見てる人たちからすると、あ、こんなお得な情報があるんだ、よし使ってやろうって思いますけど、情報弱者からすると、そもそもそんな情報が市から開示されてることも知らなくてね、余分なお金を払ってたりとか面倒なことをやってたりとかすることっていうのは正直多々あるんですよ。知らないだけです。自分が情報弱者で損してることすら気づいてないっていうだけなんです。で、これって僕思うんですけど、恋愛においてもめちゃくちゃ当てはまるなって思うんですよ。例えば女性が恋愛するのは当たり前ですけど、男ですよね。で、やっぱり女と男って全然種類が違うし、考え方も違う、全く別の生き物なんですよね。人間という点では一緒ですけど、もうほぼ別の生き物として考えた方がいいんですよ。ってなると、男についての情報があるかどうかで、全然恋愛って立ち回り方変わってくると思うんですよ。男がどういう生き物で、どういう考え方をして、こういう時にこういう考え、そして男は女に対してこう思ってるとか、そういういろんな男に対しての情報、まあ、もっと言うとこのチャンネル見てる方で言うと、まあ、大人の男、成人男性に恋してる人も多いんで、ね、大人はこういうものだ、大人についての情報とか、そういうものを知らない人がすごく多いなっていうふうに思うんですよね。なんか、まあ、知らなくても当たり前っちゃ当たり前ですけど、自分とは違う人間ですから。でも何度も言いますけど、今の時代これだけネットとかが発達してるんですから、情報網を自分で駆使すればいくらでも調べたり得たりすることができるわけじゃないですか。まあ僕のこのチャンネルを見るってこともある意味情報を得ようとしてってことだと思うんで、それはすごいいいことだと思うんですけど、まあそんな風にその情報を得てない情弱の状態でその恋愛に臨むと、はっきり言ってただただ食い物にされるだけだよっていう風に僕は思うんですよ。うん、まあ、つまりその男だったり、まあ、成人男性だったり、そういうものがどういう人間でどういう考え方で女性のことを自分のことをどう見てるのかっていう情報がないまま、その人に恋愛関係を求めようとする、挑もうとすると、ただただやられておしまいとかね、まあ、ただただ都合のいい存在になるだけとか、利用されるだけとか、そういう風な状況になり得るんじゃないのかなっていう風に思います。実際僕のところにこう悩み相談に来るメールとか見てても、ああ、この子全然、まあ情弱って言い方は好きじゃないですけど、なんか男のこと分かってねえなとか、大人のこと分かってねえなとか思いますもん。ああ、大丈夫かこれ、なんか食い物にされないこのままだと、いいようにされちゃわないねえっていう風に、僕自身結構その悩み相談のね文章を見てて思うんですよ。うん、まあまあ、まあ知らなくてさっきも何度も言いますけど、当たり前っちゃ当たり前ですけどね。でもこれだけ今何度も言いますけど、情報が多い社会ですから、自分で対策して絵に行って少しでもね、その状況を変えることはできると思うんで、皆さんね、よかったらぜひガンガン自分からそういう情報を絵に行ってね、恋愛においての情報弱者になり、そしてその結果相手の男のいい、ね、食い物にだけはされないように気をつけてくださいねっていう話です。まあ、そのわけですね、この話にちょっとでも共感してくださった方、よかったら高評価、チャンネル登録お願いします。どうもありがとうございました。